セリです。メイです。マリアです。ピンク、ラテ、TV、始まるよ。イエーイ。はい、本日はしりとりをやっていこうと思うんですけど、ただのしりとりではございません。2種類ありまして、1つ目がこの世に存在しない言葉でしりとりしていくっていうのと、もう1つが高速でしりとりをしていくっていう、この2本立てとなっております。イエーイ。しりとりって聞くとちょっと簡単なイメージあると思うんですけど、で高速だったりこの世に存在しないものでやっていきます。で、この世に存在しないものでしりとりっていうのが、本当名前の通りこの世のものではないものでしりとりをしていくんですけど、この世にあるものを組み合わせてないものを作ってもいいんですよ。なんかズボンケーキとか意味があるワードで、うん、まあまあそんな感じで、で高速しりとりはただ単に高速でやっていくってだけなので、さあできるのでしょ。はい、じゃあそれでは早速やっていこうと思います。せーの、どうぞ。はい、じゃあマリアちゃん、メイ、セリちゃんの順番でやっていきたいと思います。はい、ピンクラテの手から、手から、はい、はい、いきます。手ごごまのやすり、リンゴドーナツ、スイカ、亀の家、枝かぶり飯なんマジでないじゃん。とりあえずスイカから、いいね。しいたけのけん玉ないね。マリオの飴、メダカドーナツ、ドーナツ、おやめ、つつ、ツバメのズズッキーニのナス、スイカ割りじゃない方、うさぎの親、山田マリオ、オカピーヌ、オカピーヌ、ルック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 、クマノさん、じゃあクでセリから、クミパン。セリね、分かってるね、もういいから、尺は注文分かった分かった、もう考えた。せーの、熊の天使、シチューのパン、あーもう支援がついてる、ね、いやー、らしいよ、両手ね、なんか両端弱ってるパン好きだね。次、シからマリア、いくよ、せーの、シャシャトル、シでもあったよ、シャトルランド、ドイツの土の水、ズッキーニの皮、皮、どういうこと、ズッキーニの皮、あ、ズッキーニの皮、あ、皮、皮、カンドセル、ルンバのリングライト。じゃあこれは最後にしますね。はい、もう絶対負けじゃん。じゃあリーリーでセリから。はい、リスの充電器、キツネの子、キツネの子、あれ元の子供、子供、キツネの子、違います、あっちの子っていう、あのカタカナの子です。おー、セーフですかね、セーフ、あこれですか、うん、はい、子供のズボンの毛糸、おるじゃん、うん、あるね、うん、それは、ね、負けてるかね。高速しりとりいきまーす。はい、はい、最初なんですか、じゃあピンクのク、ク、せーの、クマ、マリ、
リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、踏み切、キツネ、ナイコ、コウグマ、マスカラ、ナヌスル、ルビー、ビスケット、トイレ、レンゴトムヤーン、レンゴーなにセリの負けです。はい、じゃあもう一回レからセリいきます。せーの、レンコンの天ぷら、ラスク、クルマ、マリオ、おまけ、けん玉、枕、ラッキョウ、ウサギ、銀色、ロバ、バンさん、バンさん、バーサイ呼び出し、うんついてるし、バーバーとかなら分かる、バーバーさん。じゃあラスト、高速しりとりいきまーす、はい、バカラ、マリアで、はい、いきまーす、せーの、バケツ、積み木、キツネ、ネーゴまさかの弱点つけてきた。今の負けポイントがセリとマリアが4ポイントずつで一緒ということで、負けの決勝戦を2人で高速しりとりしてもらいます。ちょっとマリアちゃんの罰ゲーム見たことないと思うんで、みんな、うん、マリアちゃんの見たいですよね。ね、勝てんの？弱そう。じゃあメイン最初の文字をお願いします。どっちが最初ですか？じゃんけんぽん。じゃあマリアちゃん、はせーの、は歯磨き、キツネ、猫、コアラ、ラッパ、パンツ、積み木、言ってない、キツネ言ってなかったっけ。キツネ、猫、コアラ、ラッパ、パンツ、積み木、キツネ。決めはマリアの負けです。やった、初罰ゲームですね。本当だ、罰ゲームデビューです、今日の。かわいそう。じゃあカメラに向かって胸キュン、告白、うん、告白しちゃいます。じゃあマリアの胸キュン告白まで3、2、1、 I love you。 まさかの英語で聞いた。まさかの英語、アメリカンスタイルだったんですよ。 I love you。 ちょっとかっこよかった。息が、息の感じがね、吐息が入ってるみたいな。そうそう、よかった、みんなキュンとしたんじゃない。キュンとしたね、いいなぁ。それもすごい楽しかった、うん、楽しかった。一番初めにやったこの世にないやつが一番面白かった。それは何言ってか分かんないもん、みんな。これ友達とかでやってもね、絶対面白い、うん、学校とかでね、うん、やってみたら嬉しいね、盛り上がるので、うん、ぜひぜひやってみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。